やつ、ちなみに今回なんですけども、緊急で動画を回しています。私事ではあるんですが、今年3月、怪我をして農家をクビになりました。恐ろしい事態があったんですよ。その恐ろしい事態があったんですけども、その中ね、5月になり、半ば頃になり、私事ですが、やっと、内定をいただきました！イエーイ！まあ5月の半ば頃からね、仕事が始まりますよっていうご報告動画です！イエッ！あざっす！っていうところでね、会社とか言っちゃうと結構大きい会社なんで、あんまりね、言わない方がいいと思うので、軽くだけ言うと、まあ広告の会社です。とりあえずね。してる、そしたら、YouTube の動画上げなくなっちゃうしょって思う人いると思うんですよ。俺はね、そういうところ信頼感絶対的にないからね。基本的にもう自分のペースでしか上げていかないから、こいつ全然しばらく上げてないじゃんとか思われる月とかもあると思うんですよ。もう心に来る。けどもうまあ基本的に動画は上げていくつもりでいます。でそれを上げていくために仕事普通にやります。終わってから編集だとか撮影だとかしていくんですけども、今後ちょっとスムーズにしていくためにすごいものを買っちゃいました。僕のテンションはこれで上がったと言っても過言ではないけれどもね、めちゃくちゃ高かったんだよ。本当に高かった。なんと5万1000円かかりました。それがこちらです。 GoPro9 を買ってしまいました。 GoPro9 高かった。5万1000円もしたんだよ。っていうのもね、これ買おうと思ったきっかけが、まあ深川からね、旭川まで歩くみたいな動画あったじゃないですか。あれね、めちゃくちゃきつかったんすよ。もちろんね、ビデオカメラとか使ってなんとか頑張って撮ったんだけども、まあ普通にね、GoPro 欲しい。GoPro 欲しい。GoPro があったらもっと撮影楽なのに。ってすごい思ったわけなんですよ。で、それでね、GoPro 9をね、買っちゃいました。その企画をまたね、いつ上げられるかとかは正直ね、保証できないんだけども、それ以上に長い道のりを歩く動画をね、撮ろうと思っております。これは年内中にやりたいなと思っております。そんな感じでめちゃくちゃ気合が入っているっていう感じなので、まあね、コンスタントには上がっていくかなとは思っております。まあ思っているだけで上げられるかどうかはっていうところではあるんですけども、まあ普通に上げていくよ、頑張ってやっていくっていうのはね、すごい今年の目標のテーマとしてね一個あって、年内に400本目を上げたいなと思っております。バリバリやっていくつもりでいるよみたいな感じです。歩くシリーズもやるし、占いもやるし、他のこともね、いろいろ挑戦していって、もうすでにね、撮っている動画とかもあったりして、そういうのもね、上がっていくと思うので、どんどんクオリティ自体もね、編集のスキルだとか、そういうのも上がっていくとは思うのでね、お楽しみにしてもらえればなと思います。まあ、俺的には、すごい影響力が欲しいんですよ。っていうのも、自分自身がね、こう、ビジネスを今後やっていく上で、こういう SNS の活動っていうのが、すごい大事になってくるっていうのは、もうこの先何十年、何百年先を見たとしても、そのインターネットの活用をしていかなければいけないと思っているので、一生懸命ね、今後も動画を上げていこうと思っております。僕自身がそもそもビジネス志向っていうのもあるんですけども、もう一つね、頑張ってやりたいなと思っている理由としては、僕自身が韓国に僕1ヶ月間留学したことがあるんですよね。その1ヶ月間留学した時っていうのが、竹島の問題ですごい世の中の情勢、韓国と日本の情勢がすごい悪かった時だったんですよ。その時に僕は留学に行ったんですけど、その際にね、ちょっと辛いことはあったんだよね。やっぱ日本から韓国にいて、そのピークのタイミングで行っちゃったがゆえに、竹島のことについてどう思うんだって言われたりとかもしたりしたんですよ。でもそれって俺がどうこう言おうが、それは日本と韓国の政治家同士の話し合いだと思うんですよ。まあこういう話はあんましない方がいいんだろうけど、まあでも僕はそう思うし、それを国民同士で話し合ったところで何の解決にもならないと思う。っていうところでちょっとね、辛い思いをしたし、まあ日本の肩を持つ気もなければ、韓国の肩を持つ気もない。まあそれは世界的な裁判所みたいなのがあって、そこで判決が下って、どっちの国の領土ですっていう判決になるんで、だからこそ国民同士で話し合っても意味がないし、今後ね、そういうことがあったりしたら、韓国の人
だとか日本の人だとかもうごちゃごちゃ言わないように言ったところで何も変わんないから、その来てくれた韓国人に言ったところで何も変わんないからっていうのをすごい思っているので、まあそれだったら少しでもね日本のいいところだとか韓国のいいところだとかをね話した方がその人のためになると思うし、そういう話をしてもらえるように僕から言ってそれを変えられるぐらいのね力が欲しいなと思っているので、まあ今後もね頑張っていこうと思っておりますのでね、まあ僕は韓国も好きだし日本も好きだし、だから政治同士国民同士がなっちゃってるのが嫌なんで、それを止めるだけのね影響力っていうのが欲しいだけであって、僕は韓国も好きだし日本も好きだし、だからこそそこに興味を持ってくれて来てくれる学生さんだとかが来てくれたことによって関心を持ってもらえるようなね、そういう未来になってくれればすごい嬉しいなって思っているので、そういう未来になれるように自分自身ねこうやって止められるだけの力、それを国民同士で言ったところで何も変わんないんだから、それを言わないようにするような力を手に入れて、それよりも日本のいいところだったり韓国のいいところだったり伝えられて、それで双方ねいい影響が及ぶようなね国になってくれればなと思っているので、そこに対していい影響をね与えられるようなね人になっていければなっていう思いもあるので、その思いがねある限り僕は YouTube の投稿だとかあとは SNS だったりだとかっていうところで自分のためでもあるし、その二つがねある限り俺自身はね頑張ってね YouTube を投稿していこうとかなと、 YouTube をね一生懸命投稿していくぞーっていう気持ちになっているのでね、頑張っていければなと思っております。はい、そんな感じでねちょっと長々としたお話にはなってしまったんですけども、とりあえず就職決まって頑張って働きながら YouTube やるよー頑張るよーみたいなねちょっとしたご報告動画となっております。GoPro 持ってるよっていうGoPro 買いましたよっていう自慢ですはい、そんな感じで終わりたいなと思います。ありがとうございました。